ルイス・フェルナンド・マリア・サカリアスでオルレアン・スイ・ボルボンは、スペインの王族、スペイン王子。スペイン王子、ガリエラ・コアントニオと、スペイン王女エウラリアの間に、第二子、次男として生まれた。父は、オルレアン家のフランス王、ルイ・フィリップの孫、母は、スペイン女王・イサベル二世の末娘で、両親は、重子弟同士だった。宣令名に含まれる、サカリアスは、 誕生日の11月5日が、星座カリアの生命祝日だったために加えられた。1899年により、兄アルフォンソと一緒にイングランドに留学し、1904年まで、イエズス会の経営するボーモントカレッジで学んだ。1924年10月、違法薬物の輸入に関わったとされ、滞在していたフランスからスペインに強制送還される。これに伴い、 いとこの国王アルフォンソ13世は、ルイスのスペイン王族としての称号を及び特権を剥奪した。フランスにもスペインにも居場所のないルイスは、ポルトガルのリスボンに移住した。1926年3月、女装して、スペイン・ポルトガル国境を越えようとして逮捕された。この時の所持品の中には密輸品が含まれていたが、薬物は所持していなかった。 1935年2月、ルイスは風俗取締り捜査の際に再びフランスで逮捕され、同国から一時的に追い出されている。1929年、アメリカ人舞台女優メーベル・ギルマン・コーリーと婚約したが、結婚は実現しなかった。1930年7月、アメデド・ブロイ公子の未亡人で、小紋城の女上司であったマリーイと婚約した。 マリーはルイスより31歳年上で、婚約当時72歳の老婦人であり、終分として取り沙汰された。二人はマリーの家族の反対を押し切り、同年9月30日に、ロンドンの戸籍登記所で民事婚を、同年10月4日にサンレーモのサンシーロ聖堂で宗教婚を挙げた。夫妻は結婚後、ルイスが母から相続したサンレーモの屋敷で暮らした。 妻とは1943年に死別した。ルイスは晩年をパリの養護老人施設で過ごし、1945年に亡くなった。意外はパリ市内の教会の墓地に葬られた。ありがとうございます。